三井アウトレットパーク三井アウトレットパークジャズドリーム長島三井アウトレットパークジャズドリーム長島は三重県桑名市長島町浦安にある三井アウトレットパーク系列のアウトレットモールである長島観光開発と三井不動産が提携して2002年3月に長島温泉に開業したアウトレットモール三井アウトレットパークとしては通算6番目の店舗にあたる 長島スパーランド、湯見の島、ホテルカス域をはじめとする長島リゾートを構成する。2006年7月に拡張し、東海地区で2番目の145店舗となり、2007年9月に店舗数は一時期国内最大の190店舗となった。また、2011年9月に拡張し、196店舗から240店舗、 2017年9月にさらに拡張し、この時点では店舗数国内最多302店舗、店舗面積国内最大のアウトレットになった。開業当初は単にジャズドリーム長島の名であったが、2008年4月1日より三井不動産が運営するアウトレットモールの名称が三井アウトレットパーク、地域名称に変更、統一されたことに伴い、現在は 三井アウトレットパークジャズドリーム長島となっている。ただし他のアウトレットモールが名称変更の際に相性を削除したのと異なり、本モールはジャズドリームの相性を残したまま変更した。集客のため、テレビ CM を西は在販局、東は在政局までの広範囲で比較的多く放映している。また、CM 最後のジングルも、 同一形式に統一した他のアウトレットモールに、対し、本モールは、現在も、独自のジングルを使用している。基礎参戦の加工という立地に着目し、モチーフは、米国南部、ミシシッピ川下流域の港町で、ジャズの発祥地とされる、ニューオリンズの街並みをイメージしている。センターコートと名付けられた中央の広場を、取り囲むように2階建ての建物がモールを形成し、 アウトレットショップ、フードコート、レストラン等を回遊するように巡ることができる。メインエントランスからパークサイドエリアにかけては、長島スパーランドのローラーコースター、スチールドラゴン2000に隣接している。週末を中心にサザンベルスクエアステージと名付けられたステージエリアをストリートパフォーマーミュージシャンなどに広く開放している。他、音楽ライブやダンスなど各種イベントも展開されている。 長島リゾートの各施設との共通駐車場となっている関係上、郊外の買い物施設には非常に珍しく駐車場が有料である。駐車場入り口で1000円を支払って駐車券をもらい、1店舗で3000円以上商品を購入すると駐車券が認証され、認証された駐車券を施設内にある生産機に挿入すると支払った1000円が返金されるというシステムである。 しかし、静岡県内の大半で当地より近距離にある横浜米サイドや多摩南大沢の CM は一切流していない。ありがとうございます。